こんにちは、キュウエイカの勉強法著者の松原です。今日はですね、ネクステをしのぐ最強文法書っていうのをね、紹介したいと思います。それはね、もう結論から言うとこちらです。これ問題なんですけど、これですね、はい、この、これが入試に出る英文法語法問題ベスト400、この参考書が僕は最強だと思ってます。はい、でね、一般的に文法問題集っていうのはネクストステージとかアップグレードだというふうに言われてますが、あんなのはね、単なるそのなんていうのか、過去問の寄せ集め、もうはっきり言ってゴミですね。あんなの使えない。だってあれはまあなんていうのかな、ある程度その文法の理解がある人がチェックのために使うのは、まあそれは多少あれだと思うけども、でもそうは言ってもやっぱり僕はチェックすべきはやっぱ英文読解の中での文法構造、文章構造だったりすると思うので、やっぱりまあ100歩譲ってその自分の知識がちゃんとあるかどうか確認するためのネクステとかアップグレード、それはありだけども、あの参考書ネクステとかアップグレードから文法問題集をね、通じて文法を学ぶっていうのはね、もう本当バカですね。もうそんなことやってたら絶対に落ちる、それは断言する。でその上でこの問題集何がいいかって話なんですが、はっきり言ってね、この問題集さんを僕はあんまり紹介したくないわけです。というのはやっぱり英文読解とかね、そして英作文とかリスニングとかね、その配点が高いところからクリアしていくべきだし、そういうジャンルは一回身についたらなかなか下がらない、ね、だけどこういう文法問題集どうですか、細々と知識を覚えちゃったらもう忘れないように復習しないといけない。でこれがまあ罰が悪いことに結構忘れやすいんですね。忘れやすいんですよ、この文法問題集を解く文法知識っていうのはね。で文法っていうのは僕は2種類あると思ってて、英文読解とか英作文とかリスニングを読みこなしていくための英文法と、こういうねクソみたいな文法問題を解くための知識を埋め込むための文法、この2種類あるんですね。もちろんこれは後者なんですが、ただこの参考書のいいところっていうのはたった400のね問題に絞ってるってことなんですよ、でこの問題集だったら1週間で覚えられるわけですね。まあやり方としては僕のね、10分間で300個英単語を覚えるという方法、それはそのままこの方法に適用すればね覚えられますから、まあもしね、そのやり方を知りたい方は概要欄のリンクを、ね、ぜひ見ていただきたいと思いますけども、じゃあこの参考書なんで僕が勧めるかっていうと、やっぱりね、模試で偏差値を取ってほしいっていう思いがすごく強いです。まあやっぱそれは自信があるからですね。模試で偏差値を取ったら自信になるわけですよ。でその時にやっぱり文法問題ってのはやっぱどうしても外せない。かといってネクストとかアップグレードをやらせると英文読解の時間がねめちゃめちゃそれで削られちゃうから、そしたらもう本末転倒、英文読解とか英作文とかリスニングで点数が取れなければ意味がない。なのにそこの時間を削ってこういう文法問題集をやるっていう人は本当に多すぎて、もう本当悲しくなる。だからこれはもうね、苦肉の策です。はい、でこちらの問題集ね、さまざまな大学の過去問から品質問題を抽出して400問、ね、取り上げてるんだけども、ネクストと違う点はちゃんとねピンポイントで説明がねなされてるってことなんです。結構ね、ある程度英文解釈やってる人であればサクサク頭に入ってくるぐらい結構詳細にね、例えばちょっと一部見せますけども、こういうふうにこう解説が詳しいわけですね。でこれははっきり言って文法問題集だけども英作文に特にねこれ有効に生きてきますね、この知識は。もちろん英文読解でもね、多少生きてくる部分はあるかもしれないけど、でもやっぱり英文読解に生かす英文法っていうのは英文解釈とかね、英文読解で学んでいくべきだし、僕はそう思ってますから、あくまでもこれは文法問題集として勉強するんだけども、一応英作文にも幅が、ね、広がっていく、そういうね、解説が施されている。これは非常にいい点です。でかつたった400問なんで、もう1日400問一気に通せますね。でそれを毎日1週間繰り返すだけで、9割8割は、ね、覚えられると思います。でどうしても覚えないものはこの解説を、ね、しっかり読み込んでもう1回解くとかね、そういう風にやっていけば 100% 覚えられると思います。短期間で文法問題集で文法力、文法の問題能力を身につけたい人はぜひね、これが入試に出る英文法語法ベスト400、これをぜひ使ってみてください。これは過去に僕が、試験までも、ね、時間がなくて文法問題の対策がなかなかできない人にこの参考書を進めていくと、大体ねこれだけで6割ぐらいは取れます。
で文法で6割取れればね、あとは英文読解で8割9割目指せば十分に合格得点取れますからね、合格採点で取れますから、まあそういう戦略でぜひ使ってほしいし、偏差値もね多分60から65ぐらい取れるぐらいの文法力、その知識のね、量が得られますから、ぜひこれを参考にしてみてください。今日は以上です。